はい、フリー選択からのポチッと、あら変わっちゃった。まだ大丈夫か。 OK、 画像の中にあったね文字を文字起こししてくれて、それをね日本語に変えてくれるよっていうツールの紹介です。PCOT っていうソフトになります。まあ、簡単なね使い方で言うと、よいしょ、まあ、起動してプロセスっていうのを選択するんですが、プロセスっていうのはね、例えば私だったら今、Discord が起動していたり、 OBS っていうね録音録画するためのソフトですね、そういうのが起動していたりとか、 Chrome、ブラウザだね、ブラウザが起動していたりとか、そういうパソコン上で起動しているソフト一個一個のことをプロセスって言います。ちょっとまあ厳密には違うんだけど、まあプロセスって言います。でそれを選択してあげて、例えば私だったら Chrome ね、ガラゲームズ、今これガラゲームズ起動している、こいつを選択してあげて、そしたらこういう画面が出るので、ここね、フリー選択とか押してあげると、これをねピーッと選択するとそこを日本語に変えてくれるよっていう、こういうソフトの紹介です。よいしょ。 PCOT って検索したらね、だいたい上にこういうページが出てきます。作者さんのページなんですが、まあねシンプルだわ、別に特にこれがどうこうっていうわけでもないから。すごいね、ごめんなさい、ツイッターちゃんと見てなかったんだけど、ツイッター見るとさ、めちゃめちゃ開発更新してくれてますね。こっち見ててもさ、開発履歴がここに載ってるんだけど、だいぶねいろいろ開発が進んでますね。私がダウンロードした時よりもめちゃくちゃ進んでる。一回全てアンインストールして入れ方からねやっていこう。PCOT のホームページに入ったらダウンロードっていうのがあるので、はい、勝手にダウンロードされるみたいだね。はい、ダウンロードされました。 ZIP ファイルなので、まあ一応ね、でまあウイルス検索かけても特に問題なさそうなので、はい、展開しました。であとはね、このファイルを特定の場所に置いて起動するだけです。ダブルクリックするだけで起動しますね。で私はすごいよく使うんで、もうタスクバーにピン止めしちゃってます。これでね、ここポチッと押したら毎回これが起動するようになるので、でこれで使い方、先ほど言いました通り Chrome ね、 Chrome で設定選択って押すと、まあ、出てくるよと。でよいしょ、ピーッとやったら、はい、訳されましたね。でさっきと実は違うところがあって、さっきはね最初に見てもらったのは DeepL っていうソフトが起動して、そっちでもね翻訳が出てたかと思います。これは今ソフト、今はね PCOT、 このソフト単体しか入れてないので、まあ、このね PCOT が訳してくれた文字が出ていますと。これ多分なんですけど、こっちはね Google の翻訳を使ってると思うんですね。で Google の翻訳よりもさらに精度がいいんじゃないのって言われてる、まあ DeepL っていうね翻訳のサイトがあって、まあこれね Windows 向けの無料のねアプリをね用意してくれてます。 DeepL Setup Exe、 こいつをパソコンに入れておくと、ここにチェックボタン、DeepL と連携するよっていうチェックボタンがあるので、これを入れておくと、ほい、ビーッとやったら、ほい、あ、ごめん、ちょっと別ウィンドウ出ちゃったけど、こういう風に DeepL の翻訳のソフトが起動してくれるよっていう風になります。私はね DeepL の方が信用できるので、こっちを、やってるのと、あとね単純にね DeepL さめっちゃ便利で、例えば、まあ、実はさこれ画像の中に文字入れてんじゃなくて、文字を上からかぶせてるみたいで、こうやってね文字選択できるんだけど、コントロールプラス C2 回連打すると選択した文字を翻訳してくれるショートカットができてるんですね。ショートカットが作られている。なのでこれ例えば、まあ DeepL 起動してなくても、ちょっと次画面変わったらダブルクリックして C コントロールプラス C2 回で、まあ、勝手に起動してくれてね、こういう風になってくれるよと、翻訳してくれるよっていうのがこの DeepL っていうソフトになります。めちゃくちゃねこれで英語訳すのね便利になるのでね、よかったら使ってみてください。私はもうこれがないとね何もやる気が起きない
特にね英語関係のゲームやってる人、ゲームってこのねガラゲームズみたいにこう文字で選択してくれるわけではなくて、だいたい画像に文字が埋め込まれてるんですね。そういう時にこういうね OCR のソフト、OCR っていうのはね画像とかになっている文字を解析してくれて、まあ、文字起こしをしてくれるっていうソフトのことを OCR って言うんですけど、それ OCR で文字起こしをしてくれて、それをさらに日本語に訳してくれるよと、めちゃくちゃ便利なのでね、よかったら使ってみてください。ちょっとさっき見てたらさ、この作者さんぬるぽさん支援をしてほしいなっていう話もしてるので、まあちょっとね大変助かったっていう方はね、特に仮想通貨関係のゲーム、ブロックチェーンゲームとかやってる方、もうすごい助かった儲かったっていう場合はね支援してもらえると今後の開発に役立てるかと思うので、ぜひお願いします。概要欄に、リンク貼っとくのでよろしくお願いします。ということで今日はまあ、PCOT 翻訳ソフトだねの紹介でした。もし役に立ったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。スピルでした。またね。